お母さんお腹減ったよ。もう俺何日もご飯食べてないよ。二人ともごめんね。私がもっとしっかりしていれば。あ、俺さこの森の奥に住んでるっていう恐竜倒してお肉と卵取ってくる。それはダメよ。あそこにはこの辺りで一番強いティラノサウルスが住んでるの。そうだよケナタロウ、そんなケナタロウだったら一瞬で食べられちゃうよ。でもお母さんが頑張って探してくるから、二人はここでおとなしく待ってなさい。わかったよ。お母さん無理しないでね、恐竜とかいっぱいいるし。もちろんそれはわかってるわ。それじゃ行ってきます。二人とも行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。お母さん、さ、ケナタロウ、今日もおとなしく待ってよ、お母さんの帰り。ねえお兄ちゃん、俺たちさ、毎日お母さんにご飯探してきてもらってるじゃん。うん、そうだね。このままでいいのかな。でも俺たちまだこんなにさ、ちっちゃいし、外には見て、ほら、恐竜とかがたくさんいるからさ、しょうがないよ。まあ、それはそうだけど、でも…まあ確かに、頼りきりにはなってるよね。お母さんにはさ、この先絶対行っちゃダメって言われてたけど、この森の奥行っちゃダメかな。で、この森の奥？いやだってティラノサウルスがいるっていう森の奥だよ。絶対無理だって。俺たち一瞬で食べられちゃうよ。いや、もちろんさ、ティラノサウルスを倒すなんてのは武器もないし知恵もない俺たちには絶対無理じゃん。無理だね。だからこっそり進んで卵だけを盗むっていうのはどう？卵だけ盗むの？いや危なくない？それでも。でもティラノサウルスが巣にいないのを確認できたら、もうただ卵を取ってくるだけじゃん。まあそれぐらいなら俺たちにもできるかもしれないけど。お母さんのためにもさ、俺たちご飯取ってきてあげようよ。母さんかわいそうだよ毎日。わかった、じゃあやってみるかケナタロウ。その代わりでもあれだよ、親ティラノサウルスいたらすぐ逃げるからね。それはもちろんわかってるって。どうも、好きな恐竜はステゴサウルス、ケナスユでーす。と、ケナタロウ。はい、ということでね、今からお母さんのためにティラノサウルスの巣にね、卵を取りに行こうと思います。危険なミッションになると思うんですけど、絶対ね成功させるので、皆さんチャンネル登録高評価お願いします。ケナスユ、ケナタロウ頑張れて、たくさんコメントしてね。よし、それじゃあケナタロウ、危険なミッションだけど行くか。行こう。ミッション名、ティラノサウルス卵盗み大作戦。おう、そのまんまだ。ケナスユチャンネル、この辺りにティラノの巣があるはずなんだけど、多分あそこだよ、あそこ、あの木の囲まれてるとこ。あ、待って、お兄ちゃん。静かに。何？あれじゃない、あの奥にあるやつ。ない、どれ。あったあれだ、卵。あれが俺たちが求めてたティラノサウルスの卵だ。よし。周りは大丈夫そう。ティラノはいない？親ティラノは、パッと見いない。取れる？お兄ちゃん、あの左、あそこ。どこ？あそこにいるよ、ティラノ。本当だ、いた、あれか。なんか周りうらちゃらしてる。めっちゃ怖いな。まあ、でもさ、あんだけ遠くにいるなら大丈夫なんじゃない？確かに。お兄ちゃん静かにね、絶対。大きい声出したらバレちゃうからね、静かにするんだよ、いい？じゃあ、声大きい。ケナタロウの方が声が大きい。ちょ、静かに。大丈夫。ちょ、ケナタロウ？今、おならした？ごめん、出ちゃう。真剣に行こうね。わかった。もう絶対出さない。お兄ちゃん、絶対におなら出さないから信じて俺のことを。わかった、信じるよ。よし、行くぞ。ちょ、今、待って、ケナタロウ、しゃがんだときおなら出てない？ちょ、しゃがんでみて。はい。しゃがむな。もうしゃがむな、ケナタロウは。このまま行くね。うん、大丈夫？近づいてる。噛めろ。はい。待って、俺のおならの匂いで来たんじゃない？やばい、卵守ってるよ。これケナタロウ、やっぱ帰ろうよ。大丈夫、ここまで来て引き下がれないだろ。俺たちお母さんを楽にしてあげるんだ。いける？いけそうだね。ケナタロウ、おい、ちょ。なんか穴に落ちてた。あげて。ティラノ来てない。早く。逃げろ。すごい走り方。バレてない。すごい。あっち行った。あっぶねえ。ギリギリセーフじゃん、ケナタロウ。よかった、人間っぽくない色してて。確かに。気をつけてね、落とし穴がなんかあったけど。落とし穴とかかかっちゃダメだよ。こことか落とし穴なんじゃない？大丈夫か。あー、ちょ、落としただろ、今、お前。ちょ。来た。いや、それバレるでしょ、さすがに。バレてない。何者？危ない。おい、なんでバレないんだよ。
終わったかと思った。今絶対キナタロ食われるかと思ったけど。このまま。いける。卵。よしよし。よいしょ。ナイス、ナイス。取った、ゲットした。取ったぞ。おお。ナイス。無事ゲットだぜ。大きいって声が。でかい声出したらバレちゃうって。来た。キナタロ来たって。もう始め。やばい。そうだね、早く降りて山降りよう。キャラクイーチャンネル。よし、走れ走れ。家見えてきた。ただいまー。お母さん帰ってるかな。いるいる、お母さん。いた。ただいまー。キナスイ、キナ太郎、一体どこに行ってたのよ。あー、ごめんお母さん。お母さん怒ってるかもしれない。実はね、お母さん、俺とお兄ちゃんからプレゼントがあるんだ。プレゼント？お兄ちゃん。ん？これは、お兄ちゃんから渡してあげて。お、いいの？お兄ちゃんなんだから。つけられてね、こういう時は。できる弟だな、ケナ太郎。はい、お母さんこれ見て、じゃーん、ティラノサウルスの卵。あなたたち、まさかティラノの巣に行ったの？うん、それはごめんなさい。危ないから行っちゃダメってあんなに言ってたのに。でも嬉しいわ、ありがとう二人とも。おー、よかった。危ねえ、怒られるかと思ったね。ね、今日はお母さんもたっ取ってこれたから、美味しいご飯作ってあげるわね。ちょっと待っててね。やったキャタロ、美味しいご飯だって。久しぶりのご飯だ。何今の声。ティラノサウルスの声。どうしてこんな場所で。待って、まさかキャタロ、俺たちがさ卵盗んだせいでここまで追いかけに来たとか。え、そんな。ペグモ、隠れてなさい。隠れてなさい。え、何、どういうこと。私はあのティラノサウルスを止めてくるわ。そんな危ないよお母さん。大丈夫、君たちは早く入ってなさい。お母さん。あ、お母さん大丈夫、気をつけてね。大丈夫かな。おー、いった、ドリャー。お母さん大丈夫かな。ティラノサウルスの声はしなくなったけど、お母さん帰ってこないね。全然ね、ちょっと様子見に行こうよ。そうだね、大丈夫かな。出て今。お母さん、おい、どう、お母さん、よいしょ。ティラノサウルスはいないけど。え、待って、お兄ちゃんすごい。お母さん大丈夫。お母さん。キャナ太郎、それにキャラスイ無事だった。うん、俺たちは何ともないよ。そんなことよりお母さん、大変なことになってる。なんとかティラノサウルスは追い払えたんだけどね、私はもうダメみたい。そんな、嫌だよお母さん、知らないで。俺たちがティラノの卵なんて取りに行くから。いいのよ、気にしないで。でもこれからは私が守ってあげられないから気をつけてね。ごめんなさいお母さん、もうティラノの巣なんか行かないから。だから知らないで。てか元はといえばケナ太郎がさ行こうって言い出したんだから、ケナ太郎のせいだよ。でもお兄ちゃんだってそれでいいって言ったじゃん。いや、でもケナ太郎が言い出したじゃん。ペンとも喧嘩しないで、これからは二人で仲良く生きていくのよ。そんな、こんな恐竜のいる世界でどうやって。この家にはまたティラノが来るかもしれないから、ここからは離れて暮らしなさい。それじゃあ二人とも元気でね。え？お母さん！ああ、これからどうする、ケナ太郎。もう泣くなって、ケナ太郎。お母さん言ってただろ、早く逃げなさいって。この家を離れてもう二人で暮らすしかないよ。二人で？うん。そんなバナナとやっていけるかな、うまく。おい、ふざけんなよ。こっちのセリフなんだけど。守ってくれたお母さんのためにも、俺たちは生きなきゃ。なんならあのティラノに復讐してやりたいよ。分かったよ、兄ちゃん。いつか大きくなったら、あのティラノサウルスをぶっ倒してやるんだ。そうだね。よし、そうとなったら、とりあえず一旦、逃げよう。いや。もう行くぜ俺も。絶対やめろケナ太郎。おい、絶対やめろケナ太郎。勝てないって。ダメか、気持ちだけじゃダメか。うん、キャンスユーチャンネル。よし、だいぶ移動してきたね。うん、ここまで来ればさすがのティラノも追いかけてこれないだろうね。それじゃまずは俺たちが生きていくために必要なものを考えようか。スイッチと、PS5 でしょ。YouTube 見たいからスマホと。なんだそれ、なんだよそれ。絶対必要ないでしょ。まずはご飯を取るとかさ、寝床を作るとか、そういうことでしょ。じゃあご飯と寝床。でも俺たちどうやって。どうしたらいいんだろうね。あ、でも
さ、でもさ、でもさ、お母さんはさ、いろんな植物の木の実とか取ってきてたよね。それならさ、俺たちでもできそうじゃない？確かに、それくらいならできるかもな。なんか食べれそうなもんとか探してみるか、木の実で。なんかこのさ、その辺の木とか殴ったらさ、いいアイテムが出たりとか。どう？お兄ちゃん、見て。何？なんかゲットした？これなら食べられそうじゃない？何？何？それ何その？ココナッツミートってやつ。え、これ、これを揺さぶったら落ちてきた。ココナッツミート。でもちょっと怖いな、食べるの俺。じゃあ俺が食べてみるよ。本当にいけんの？大丈夫、大丈夫。いただきます。おお。あ、待って。めっちゃ美味しい。あ、待って。お腹痛い。お腹壊した。嘘だろ。ちょ、大丈夫、大丈夫か、ほんと。うんち行った。すごい、でっかいうんこ出た。とんでもない目に遭ったぜ。帰ってきた。毒とかあったりしたのかな。そうだね、俺たち自分たちで木の実とか取ったことないから。ちなみに見て、ここに見て。キノコ見つけたんだけど、これとかどうかな。よいしょ。キノコは食えるんじゃない？じゃあ、キナ太郎で。おい、実験台か、俺は。いや、体頑丈そうじゃん。わかった。食べます。はい。もぐ。どう？これは、いけ。ちょ、キナ太郎。トイレ。また。あ、やばい、出る。あ、出すぎ。ちょ、ちょっと、まずい。キナスイチャンネル。よっしゃー、海着いたぜー。おお、綺麗な海だ。よし。泳ぐぞー。ちょ、ケンタロウ、バカ。俺たち、ご飯集めに来たんだろ。なんで泳ぐの？あ、そっか。でも待って、俺たち、釣り竿なんてないけどさ、どうしよう。Oh, no. 何？釣り竿なら大丈夫だよ。大丈夫だよ、何？キャラララッキャラーン。俺作ってきたー。おー、ドラえもんですか？ドラえもんに見えてきた、ケンタロウのことが。まあ、ありがとう、釣り竿。これで釣れるね。これで釣ろう。よーし、マグロ大量に釣るぜ。マグロ釣れるかな、ここで。あ、来た。もう1時間待ってるよ。来た。釣れた。これ見て、ほら。本当だ。なんだこれ、何って書いてある。生の鮭だ。イエーイ、鮭ゲット。いや、もういただきます。おい、ちょ、お前ふざけんなよ。お腹減った。ちょ、バカ。おい、よし、ケンヤ太郎、しくじるなよ、絶対に。お兄ちゃんこそ、絶対逃がしちゃダメだからね。よし、1、2の3で挟み込むぞ。わかった、俺がまず1、2の3で、この槍を背中に刺すから。オッケー、任せたぞ、ケンヤ太郎、いくぞ。1、2の3、いけー、ナイス、いくぞ。いけ殴りかかれー。よし、いったほらほら、よし、見て、マヒ刺したナイス。ほらよーし。見て、お兄ちゃん。ん？肉出たよ。おお、肉だ。これで貴重な肉ゲット。イエーイ。よし、ここにこれを置いて。おお、いいね。土台はしっかり作らないとね。この辺は嵐が来るからね。嵐の季節に備えて耐えられるような頑丈な家を作っていくぞ。おお、いいね。いやー、すっかりこの暮らしにも慣れてきたな。ロブスター焼けたよ。ありがとう。ロブスター美味しいんだよね。あの恐竜の肉も焼けた。おー、はい、ありがとう。俺たち強い武器も作れるようになったし、もう狩りも手慣れたもんだよね。あの頃の俺たちがトリケラトプス倒せるまでになるなんて思わなかったよ、ほんと。まあ、ケンタロウ、俺たちさ、だいぶ強くなったりさ、そろそろティラノサウルス倒しに行かない？そうだね、今の俺たちならできるはずだよ。よし、じゃあ武器を忘れるなよ、ケンタロウ。持ったか、武器は。もちろん持ってる。よし、これであのティラノぶっ倒す。行くぜ、ティラノ山へ行くぞ。キャンスユーチャンネル。よし、着いた。数年ぶりだね。よし、強くなった俺たちの力をあのティラノに見せてやろう。絶対にお母さんの仇を取るんだ。行くぞ、お兄ちゃん。多分ここだよね、巣が。あ、懐かしい。いるよ。いた。あれだ、キャタロ。よし、先手必勝。俺が一番攻撃だ。よし、やばい。やばい、すごい。揺れてる。任せろ。俺が後ろからこの棍棒で、おら、よし、当てた。ナイス。ケアだろ。めっちゃ食われてる。逃げろ。俺が、よし、混乱させた。大丈夫。投げろ。ケアだろ。これ
ちょ、ケアトロ食われ、行ってる行ってる、ケアトロの方に。ああ、ちょ離せ離せ、ケナ太郎。こいつ、俺が絶対麻痺させてやる。あれ、当たんねえ全然。よしよしよし、お母さんをやったマスだ。いける、倒せる、あとちょっとじゃない。お姉ちゃん、俺が気を引いてるから、今のうちに任せろ任せろ。俺は投げやりだから距離を置いて投げる。ほら、くそ、食えだよ、そんなに。どうしたよ今。うわー、やった、倒したぜー。やっとだよ、やっと倒したよ。お母さん、倒したよ。よし、今日はティラノのお肉でパーティーだ。これからも俺たち強く生きていくぞー。いくぞー。みんな、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。この世界で俺たちと一緒に住みたい人はコメントしてねー。感想を書いてねー。それじゃあバイバーイ。バイバーイ。